アブデス・パンテラのボヒティベウス・ユリウス・アブデス・パンテラは古代ローマの兵士である。2世紀のギリシア哲学者ケルソスがイエス・キリストの実父だと主張したとされるローマの兵士パンテラを彼に否定する説がある。発掘当時に描かれたアブデス・パンテラの墓石の絵1859年、ヘッセン大公国のビンゲンアムライン近郊の村、ビンガーブリュックで行われていた鉄道工事の際、ローマ時代の墓石が発見された。そこには、ラテン語で下記の碑文が記されていた。この碑文から、アブデス・パンテラの出身地は、フェニキアのシドンと解釈される。また、長年の兵士としての貢献により、彼には、ローマ市民権が与えられたと考えられ、ティベリウス邸地下にあって、ティベリウス・ユリウスというローマ人の名を授かったと推定された。マリアがイエスを身ごもった時期、アブデス・パンテラの所属する旧兵第1コホルスはユダヤの地に駐屯していたことから、彼も同地で軍務についていたことが推定される。このことから、その際にマリアとの間で不貞を行い、彼女を孕ませたのではないかとする説が生まれた。しかし、このような推定は、上記の碑文が唯一の論拠である上に、文は短く簡潔で、解釈の余地が多々あり、推論に推論を重ねているに過ぎない。また、ケルソスの主張自体もその著書、真理の教えが隠滅し、オリゲネスの反論文、ケルソス縛論に断片が引用される形で、現存するのみであり、明確な学術的根拠があるわけではない。ありがとうございます。